ライミです。今回の企画はネタバレ注意報、大人も騙されたヒロインそっちじゃないんかい詐欺アニメを8000ご紹介。では早速始めていきましょう。一つ目は新エヴァンゲリオン劇場版。去年公開された完結編となる新エヴァンゲリオン劇場版のすごいところは、使徒とエヴァンゲリオンの戦闘シーン、壮大すぎるストーリー、最終回の結末や展開の意味がわからなくても楽しめるところ。そして視聴後に展開の意味を調べてから再度映画館へ運ぶ、一度だけじゃない二度美味しい作品。完結編エヴァ映画が放送されるまでは月並みアスカ、綾波レイの二強のファンが多かったですが、巻浪マリが最終局面でのシンジ救出、世界改編でのシンジと関係性から映画館公開以降のイラストやピクシブ閲覧数などはアスカとレイを上回るヒロイン性。完結前からもゲンドウのことをゲンドウくんやエヴァの裏コードなんで知ってんねんとミステリアスな部分が注目されましたが、漫画では14巻の登場、アニメでは未登場、新劇場版では歯から登場して、完結編新エヴァンゲリオン劇場版では衝撃のヒロインフィニッシュ。驚いた視聴者はたくさんいたのでは。四季並アスカ、綾波レイ、巻浪マリと三強ヒロインとなった今、あなたは今誰が好きですか？続いての作品は探偵はもう死んでいる。ヒロインに騙されたでは絶対に外せない作品。2021年放送されたあまたの作品の中でトップに食い込むほどにヒロイン人気が高い探偵はもう死んでいるのシエスタ。始まり方はシエスタが探偵として人造人間組織スペースをおびき寄せるために不幸を呼び込む体質のキミヒコを助手にして能力を持ったスペースが関わる事件を解決していく、追い詰めていくストーリー展開。探偵シエスタと助手キミヒコのやり取り、そしてヒロインという存在感、キャラ推しだけじゃない、いろんな人が楽しめる作品。ただストーリー構成の時系列がややこしくて、シエスタが可愛いだけのアニメ、1話で期待して2話以降でなんだこれってなったアニメ1位、1話で作画力を使い果たしたなど、かなりの酷評が目立った作品となっております。この理由が、1話の凄すぎる神戦闘シーンがそれ以降にない、過去と現在の変則的な構成ストーリー、そして人気ヒロインシエスタが死んでいるから始まるスタートダッシュ。シエスタは死んだが、過去のヒロインシエスタの心臓は今、心臓移植をした現在のヒロインナギサの中で生きている。1話以降の序盤にシエスタが登場しない、新しいヒロインナギサを主軸にした展開に、お前がヒロインかいってなって、視聴をやめた人は多いのでは。原作ラノベ未視聴でラノベ内でのヒロインは不明ですが、探偵はもう死んでいるアニメ版のヒロインはシエスタ。第1期のヒロインシエスタが第2期のヒロイン渚へバトンをつなぐような構成にしたかったから、あえて時系列をややこしくしてヒロインが分かりにくい構成にしたのでは。もし原作見てる方がいれば、原作のヒロインはこっちっていうのあればぜひコメントください。続いての作品はナルト。ヒロイン騙されたで絶対に外せないのがナルト。2020年の漫画累計発行部数は2億5000万部で5位。架空の人物としても世界が尊敬する100人に選出され、良くも悪くもハリウッドで実写化、世界が認める作品。ストーリーの最初は誰もがナルトのヒロインと予想できなかった、今では正真正銘のヒロインとなったヒューガ・ヒナタ。幼少期のナルトの落ちこぼれやいじめられていたなど共通点が多く、自分とは正反対な性格に惹かれて頑張り続けた5つな部分を好きになってしまい、ヒナタファンに移行した元桜ファンが多いのでは。現在放送中のボルトに登場する2人の子供の妻となり、優しさが目立ったヒナタのナルトやボルトを叱るヒナタも新鮮で、未視聴の方はぜひ見てほしい作品です。続いての作品はブリーチ。死神代行を務めることとなった黒崎一護がホロや死神など戦いを繰り広げる、ナルトと肩を並べるほどの認知度で中二病をくすぐる大人気作品。ブリーチのヒロインとして名前が挙がるのが、中高生に絶大な人気を誇るルキアと大人から絶大な人気を誇る織姫。そしてストーリーも作者がイチゴとルキアはブリーチの原点というように、ナルトでは失敗に終わった奪還となるルキア奪還編と始まり、それ以降は登場キャラたちがケンパチ、石田、チャド、急激にレベルアップしてアランカル編の織姫奪還へ。ストーリーで考えるとルキアがヒロインで、イチゴの相手役と考えると織姫がヒロイン。ブリーチほどヒロインの定義で何ぞやと思わせる作品はないのでは。ちなみにあなたのヒロインはどっち？続いては桜田リセット。ブリーチ同様にこの桜田リセットも春木みそらと相馬すみれがヒロインって何ぞやの勝負を繰り広げ、この相馬すみれ悲劇さとけなげさから作品上のヒロインであるみそら春木よりも好きになるヒロインで、世界で唯一の能力者が住む町桜田が舞台で、自分の記憶まで元に戻してしまうが3日間世界を巻き戻すリセットを持つ春木みそらは、リセットした世界でも記憶を保つことができ、見聞きしたことを完全に思い出す記憶保持を持つ主人公浅井圭と協力し合い、能力に関わる依頼
い事件を解決していく。ストーリーの伏線が最高で、生き方、恋愛などいろんな物事を登場キャラたちの例え話や質問応答で価値観と思考させてくれるインテリジェントなところが大好きになった作品で、本題となる騙されたヒロインは、まず表紙の明らかな位置取りや主人公の好きという発言からもヒロインは春樹美空だが、視聴者なら感じる相馬すみれの存在感が半端ない。主人公への尽くし方、悲劇すぎる展開、自己犠牲により視聴者がどうしても好きになってしまうヒロインは相馬すみれしか勝たん。春樹美空を選んだ浅井圭とファンには Why Japanese people と叫んでやりたい。続いては六花の勇者。この作品、面白いところが、清々しいほどに物語と、そしてヒロインに騙される視聴者を騙しきるところ。物語は魔王を討伐するべく、7人の勇士が集まる約束の地としていた場所に閉じ込められてしまい、この7人の勇士の中に裏切り者がいる。ミステリーとファンタジーを融合させた神アニメで、序盤のヒロインであろうキャラからの、途中から登場した女性キャラのシフトする流れと、勇者たちの中にいる犯人を探す推理ストーリーが、このアニメの最大の楽しみになるので、まだアニメを見てない人は、ぜひ見て騙されてください。そして2期制作してください。続いてはエンジェルビーツ。なぜヒロインを勘違いするかというと、主人公が初めて出会うキャラ、そして所属するグループのリーダーポジションであり、何より本来のヒロインが最初に敵役で登場することからヒロインを勘違いしがち。舞台は死後の世界で、何らかの事情があって理不尽や不合理により学生という時間が一番辛い人生になってしまった、青春を送れなかった学生たちがもう一度だけ青春を送ることができる世界。今では名作、神アニメとよく言われるエンジェルビーツ。実は放送当初は不人気不評がたくさん多かった作品で、敵だったヒロインが仲間になって、学生たちが死後の世界の海を徐々に理解しながら、辛かった学生の頃にはなかった恋愛、スポーツ、友情を経験していくコメディーさと心に刺さるストーリー。残酷な前世の記憶を思い出す重めなストーリー感と感動回があり、今では誰もが認める名作品。人生一度だけの時間の大切さを改めて認識させてくれる作品。続いての作品はシドニアの騎士。物語のスタートとしては、ガウナと呼ばれる宇宙生命体に地球を破壊されて生き残った人類たちが巨大な宇宙船シドニアを作り出し、宇宙で生き延びるっていうギリギリの状況で、緊迫したロボット対戦と SF 要素も絡んだラムコメでの、誰がヒロインになる、どうヒロインポジションへっていう異色さが楽しめる作品。序盤では誰にも優しい思いやりのある完全無欠のヒロイン星城静香の任務の最中にガウナ攻撃で暴走した機体を主人公の谷風が追いかけ、数日間の二人の漂流生活を見た視聴者は星城がヒロインだって思った人は多いんではないでしょうか。その後のガウナとの戦いでまさかの死、そして本命ヒロインを失った、今ヒロインは誰になるのか。視聴者も序盤から陰ながら支えていたシナトセイザナか、途中から登場し猛アピールをする緑川岩田かのヒロイン論争を繰り広げる最中、まさかの復活の星城で、星城静香の記憶と人格を少し残した全長17メートル白い紬が登場し、最初驚いていた主人公も視聴者も紬の可愛さや無邪気さや成長していく様子、自然なままにメインヒロインと収まっていくのがたまらなかった作品。今回はラブコメメイン紹介ですが、ロボットの戦闘 FS ラブコメが融合したストレートな見応えが最高で、物語を予想して楽しむ人におすすめしたい作品。